海鮮丼これ980円なんですよ、ウニとか入ってるし、サーモン、マグロ、プレミアム丼。さすが。これやばい。めっちゃうまい。海鮮丼これ980円なんですよ、めっちゃすごくないですか、だってウニとか入ってるし、サーモン、マグロ、カニ、トビッコ、値段もピンキリですね、上が一番高いのは多分そのプレミアム丼6980円税込みで、まあこうあって一番人気ナンバーワンは海鮮丼2580円で、そんな海鮮ありますね。でもこの下に、はい、ね、この税込みで1980円っていうちょっと抑え用の紐がなかなか難しい方は、はい、そうです、ね、まあまあでもこれでも、ね、すごい豪華な感じで、はいはい、ちょっとなんかこれからの、ね、シーズン、はい、ちょっとケーキ漬けにっていう、これあのサンプルかな、食品サンプルで結構リアルですね、美味しそう、迷いますね、プレミアム丼、和福福丼、一番福福丼、一番福福丼、サーモンイクラ丼、サーモンイクラ丼、さすがどれくらい行こう、とりあえず取ろうかな、あーやばいずるっこれやばい、めっちゃうまい、だから結構早めになくなるんですかね、そうですね、数量限定って書いてたんで、軽く醤油かけて、やばこれ、ほらいよな、まず、トロから、トロが2枚、結構入ってくる、
か。いただきます。あ、めっちゃうめえ。もう色が違いますね。もう何もつけなくてもこの、いや、そうですよ、この脂身のなんか甘さというか、うん、口の中で溶きますこれ。うまっ、なんじゃこれ。お肉を食べてる感じですね。いや、すごい、ね、もうこうですよね、うみが、うん、うまっ、めちゃめちゃうまい。もうこれ、ご飯にたどり着くまでかなり時間がかかりそうですね。ぐらいな。めっちゃマグロありますもんね、このボリュームが。これあれですよね、酢飯と普通の選べるっていうですね、うん、うまっ。これ中にアラ、これブリですかね。なんか魚が、ちょうどいい感じでうまく出汁が、うん、うまっ。めっちゃうまい、うん、普段食べないんでなんかすごい感動するんです。普段の食事どんな感じですか。ずっと鍋です。あ、鍋、あ、鍋です、ずっと鍋です。栄養取ますし、ね、継ぎ足しで。うん、うまっ。ビールさん、こんな食にしてる、されてますよ。そうですよ、もう最近やっぱ電気代とかね、まあ、高くなってて、ね、もうこれ見てる視聴者さんも多分同じ気持ちでいると思います。これちょっともうこれ食べたら、はい、もう一日頑張ろうかなって思いますね。ぐらいな、なんかちょっと喜びを感じる。贅沢はちょっとなかなかないですね、うん、もう外食メインですけどこんなに幸せな時間ないですね、うん。これ本当にあの、なんていうんですかね、牛肉に近い感じで、本当に脂身もね、なんていうんですかね、甘くて、なんか口の中で広がるっていうか、こういうものがあるんだっていうのを、うん、改めて感じました。うん。ごちそうさまでした。こちらの海鮮丼いただきました。美味しかった。キタさんどうした、グルメブロガーとして。いや、もう間違いないですね、やっぱ魚の品質が本当に完璧なんで、めちゃくちゃ満足できました、本当に。贅沢。7000円ですよね、69%。食べたことないですね、このくらいの、このクオリティの海鮮丼は。美味しくいただきました。じゃあ、キタさんです。これですね、ビール飲みながらちょっとつまむのいいですね。2種類1個ずつネタを。確かに。どうした、インフルエンサーとして。いやー、ほんとウーバー。ウーバーじゃないかと思った、未確認生物。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。